キュアピースとかいう名前つけてさ、プリキュアオタクがさ、ここ10日に来る、あ、10日に僕行きますね。東海に行くけどさ、もう、多分なんか、そのブースにしかもういないと思うんで、なんか多分話したりとかできないと思います。来てくれた人と。で、俺東海に終わってからもう家に引きこもるんで、俺。その10日以降はもう公式とかさ、そうイベントとか全然もうないから予定が。ちょっともう最近外出すぎで疲れた。ああ、もうどうしようこれ。ああ、もうほんまに。ああ、もうどうしよう。わからへん、マジで。俺、ちなみに今期のアニメは、ガブリエル・ドロップアウト見てます。スターニャ可愛いわ。あれ？サターニャか。サターニャ。威嚇を入れられていく。これもうステミタックルでゴリ押しか、相手。まあ耐えんだろうな。え、耐えたし。え、耐えんの、これ。え、おかしないな、耐えるん。相手の振り方ちょっと怪しいな。陽気最速ってことか。陽気最速か。なるほど。いや、別に今のところ、球根でボンバーダ取る必要なかったんですよね。なんでもオーロラベルでいいかなと。なるほど。ボーマンダ君、今から君には罪の起点になってもらう。パルシェン、行け！雷神教と呼ばれたゆえ、見せてやる。もう一回積んでもよかったかな。もう一回積んでもよかったな。しまった。もう一回破ってもよかったかもしれん。しくりましたわ。まあでもまあいいでしょ。マンムーとか来られても嫌やし。で、来たマンムー。当たって、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 もう当たってって言ったん。もうだからやめろって、それだけは言った
ったよな俺。何回も言ってきたよなお前よ。もうだから本番もな、マジ言ってるこれ。もうただのね、ギャンブル、このゲーム。いや、てかギルガルドあそこね、ちょっとガツやったマジで。なんであそこ何も考えずにシャドボル打ったんやろ。あれはあかんわ。え、なんか神剣いるやん、相手。誰も使わないウルトラビースト。ちょっと普通に行ってみよう。カビ剣ダブルが主戦場なんでしょ、主戦場なんでしょ。リルイとか出してきたぞ相手。さあマリルリー、恐怖しろ。こうやな。さあもちろん相手焦って交換してくる。だがもうその時に遅いんだよ。まあ、怖いのはあのコケコのスカーフだけかな。それ以外はもういける、多分いけるはず。
コ悩んでるってことは多分コケコがスカーフってことってかコケコの選出すら怪しいけどな。はい、勝ち。マリル、え、マリルにもう一回交換じゃないの相手。やめてくれ、頼む、耐えてくれ、ここだけはちょっと耐えて、本当にやめて、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 暴れる、耐えて、耐えて、耐えて、頼む、耐えて。あー、やべ、マリルイのアクアジェット圏内入ったっぽいな、これ。俺もう一回マリルイかなと思ってんけどな、なんか威嚇を振りまいてくるのかなと思って。確かに、まあで交換するとしても殻を破るはあんま意味なかったか。はい、俺の責任です、すいませんでした。ここはまあ耐えないな。自ら負け筋を作る男。よし、スイッチ何か、スイッチが何か。あー、オールラベルなくなった。ミミッキュ嫌やな、ミミッキュ嫌なんですけどね。多分ミミッキュですよね、ほら。もうお前はいつも出てくるような、そういう時に限って出てくるなと。お前そういう時に限ってお前いつも来るんじゃん、そうやって。でも剣の前は積んでこなかったっていうことは、これワンチャンあるぞ。シャドウクロー急所とかマジやめろよ。耐えろ、耐えろ。うわー、クソ以下のゲームやったわ。もうほんまにもうやってないんじゃ終わりますね、今日ちょっとさすがにやる気捨てたんで。さすがにやめるわ、こんなん。これ。え？うわ、来た！動くな！よし！いけるいけるいける、影打ち耐える、てか影打ちを耐えるんじゃん、これ。頼む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 、よっしゃ。まあでも運がね、収束しただけだから。どの目地勝ってた試合ですから。まあこれさ、今の負けてたらだってもう夢も希望もないやろ、ほんまに。危ねえわ今の。さすがにね、いや、ちょっと俺もね、ちょっとどうかしてた。さっきのもう、負けとして、受け入れるようなことがあれば、俺は多分このまま一生人生の負け組だと思うわ。諦めなかったよ、よかった、ほんま。
今のでもし負けてたらもうゲーフルに暴動起こしに行くぐらいのもう気迫がないと多分俺この滝生き残れないなと。なんで今の勝ててよかったです。てか勝って当然っていう顔しながら、てか勝ってるからね。二度クイーンが一発当てて、あともう吹雪で終わってたから。